ジェイク・シマブ・クロは、アメリカ合衆国ハワイ州ホノルル出身の日系5世のアメリカ人、ウクレレ奏者、作曲家。稲妻のような超速弾きと性格無比なテクニックを合わせ持つ、ウクレレの達人であり、ハワイの地味編との異名を持つ。ジャズ、ブルース、ファンク、クラシック、ブルーグラス、フォーク、フラメンコの要素を組み合わせた数多くの音楽を手掛け、映画、 フラガールや日本版のサイドウェイなど二つの日本映画の全サウンドトラックを作曲する。2000年代の初頭にソロ活動を通じて日本とハイで知られる存在となる。彼の巧みなアレンジと演奏によるホワイルマイギタージェントリーウィープスのビデオが彼の知ることなく YouTube に投稿されバイラルビデオとなり2006年に国際的に有名になる。その後、コンサート 伝説的なミュージシャンたちとのコラボレーション、メディア出演、音楽制作活動などが著しく増えることとなる。2012年には、彼の反省キャリア、音楽をもとにしたドキュメンタリー映画である、ジェイク島袋、クロライフオンフォー・ストリングス」がリリースされ、数多くのフィルムフェスティバルで受賞を受ける。また、アメリカのテレビ局の p b s で放送され、その後 DVD としてもリリースされた。 弟のブルース島袋もハワイで有名なウクレレ奏者である。母語が英語であるため、日本語はあまり得意でないようだが、コンサートの MC の際日本語を使う。決まり文句として、よろしくお願い、島袋がある。ただ、近年は日本語力も向上しているようで2014年8月8日のミュージックステーションに出演した際には、通訳がそばに待機していたものの、番組内では、 通訳なしで会話をしていた。既婚者であり、2012年に第一子が誕生した。インコンサート2014歳の時に、母、キャロルからウクレレをもらい、すぐに興味を持ち1日に何時間も練習する。ベテランウクレレプレイヤーシンガーである母からレッスンを受け、W、ロイ・サクマスタジオでタミヤキアメの指導を7年間受ける。日系アメリカ人5世である、彼は、 1998年にロバカコロン、ジョンヤマサトとのトリオバンドのピュアハートの活動で注目されるようになる。ハワイのグラミー賞といわれるハワイレコーディングアートアカデミー主催のナホクハノハの賞で、アイランドコンテンポラリーアルバムオブザイヤー、モストプロミッシングアーティスト、アルバムオブザイヤー、フェイバリットエンターテイメントオブザイヤー等の4つの賞を受賞したバンドの名祖となった。 ファーストアルバムをリリースしたとき、島袋氏は楽器屋の店員をしていた。後に、ホノルルマガジンによりこうに行われた投票で、アルバム、ピュアハートは、ハワイ歴代トップ50アルバムの一つとして、選ばれている。翌年の1999年にリリースしたアルバム、ピュアハートにもな北派のハノアウォーズで、アイランドコンテンポラリーアルバムオブザイヤーを、受賞している。山里氏の脱退後、 有名パーカッショニストだったコロンの父、アウギエ、コローン氏の名を借りた新しいバンド、コローンを結成。新しいギタリストとして、ガイクルズ、ベーシストとして、アンドル・マクレランが、バンドに加入する。2000年に、リリースされて、アルバム、ザ・グルーブ・マシンは、2001年にナホ北派のハのアウォーズで、ケイバリットエンターテイメント・オブ・ザ・ヤーを受賞してする。 ソニーミュージックでの音楽活動2002年の初めに、コローンを解散しソロの道を歩み始める。同年、日本出身の新しいマネージャー、カズサフラナガンの助けを借り、ソニーミュージックエンタテインメントのエピックレコードと、レコード契約を交わした初めてのハワイ出身のアーティストとなる。アルバム、サンデーモーニングをリリースし、日本を中心にツアー活動2000年、彼の演奏は、 多くのラジオ番組でもエアーされる。その後、2002年に、スカイライン、2007年に、春横井、2008年に、イエーイチゴイチエ、2009年に、アンノン、ザ・ミュージック・オブ・サイドウェイズ、アクロス・ザ・ユニバース、2011年に、アロハ・トゥ・ユー・ウクレレ、X ・ j ク・シマブクロ、2012年に、ウクレレ・ディズニー等の、数多くの日本限定版 CD をリリースする。 2008年には写真入り単行本の風の名前ジェイクシマ袋の肖像を出版するソニージャパンが海外向けのアルバムをリリースしないため2002年にサンデーモーニング2003年にクロスカレント2004年にウォーキングダウンレインヒル2005年にドラゴンをソロパフォーマーとしてアメリカ向けアルバムを発表するアルバムドラゴン以外のアルバムは ナホクアウォーズで最優秀インストゥルメンタルアルバム賞ハワイミュージックアウォーズの両賞を受賞しドラゴンはハワイミュージックアウォーズでベストロックアルバム賞に選ばれビルボードの2005年ワールドトップアルバムで第5位までもボル詰める島袋氏はウクレレではあまり使われないエフェクターペダルを使用してウクレレの新しいサウンドの創造に取り組む2004年にはレインボーが ハワイ州観光局のキャンペーンソングに選ばれ、イメージキャラクターに抜擢される。3月26日に、日米交流150周年、記念外務大臣表彰を受ける。2007年、2008年、2009年、2010年、内は、参加楽曲。ありがとうございます。